おや、何やらお客さんみたいですよ、清明様。おい、白武将、本当にこんなところに評判の陰陽師がいるのか。そのようだな。少しは背筋を伸ばしてください、黒武将。すでに清明殿の敷地に入っているのですよ。なるほど。ではお前たちが噂のあの世への案内人、鬼使いというわけだ。冥界の裁判官である閻魔様のしもべ、しがない宮遣いではありますね。冥界、死んだ人が旅立つところですよね。そんな人たちがここに来たということは、まさか清明がもうすぐ。違います。私たちが連れて行きたいのは、ある行き過ぎている老婦人なのです。もうとっくに死んでるはずのばあさんなんだな。いつまで経っても黄泉の国に来ねえのよ。おまけにそいつの住まいに怪しい気配、陰の気が立ち込めてて嫌な匂いがプンプンってね。黒無常、私たちは清明殿に調査をお願いしに来ているのですよ。なのにあなたと来たら、その軽口失礼だと思わないのですか。お前は生前からそれだ。堅苦しいし口うるせえし、俺はこっちの方が話しやすいんだよ。別にいいじゃないか、弟よ。黒無常、仕事中はそう呼ぶなと、あれほど私は。兄弟喧嘩ならよそでやってもらいますと。つまるところ、お前たちは頼み事をしに来たというわけか。お恥ずかしいところをお見せして申し訳ありません。あやかしが関わっているとなれば、義大の陰陽師であるあなたなら見事解決してくださるのではと。それに昔からそういうことしてたんだろ。そう聞いてるぜ。その清明様には以前の記憶がなくて。まあ断る理由もあるまい。困っているものを放っておけんだろう、お主は。そうだな、陰の気が立ち込めているというのも気になる。じゃあ行ってみましょうか、そのおばあさんの住まいに。この先にあるのが九段の老婦人の屋敷です。うひゃー、琥珀でもビリビリと感じますよ。すごい陽気です。でもなんだか切ない気配、なんだろう、怒りや悲しみがごちゃ混ぜになってる。確かに空気がよどんでるな。俺たちを歓迎しない奴もいるようだぜ。犬神、我は清明殿の式神、その恩義を守るのが役目。清明殿に受けた恩、今こそ返しましょうぞ。なんとかなりましたね。この辺りにはもういないみたいだけど、屋敷からはさらに強い陽気が放たれてる。ならばここから先は私と黒無常白無常の3人で行くとしよう。清明、お前たちをむやみに危険な目に遭わせるわけにはな。犬神、お前はここで神楽たちを守り、私たちの帰りを待ってはもらえないか。番犬ということか。主の命、この犬神喜んでお引き受けしよう。じゃあ早速屋敷に突入するか。清明殿、気を引き締めて参りましょう。なんだ、鬼一匹いないじゃないか。戦わないのであればそれに越したことはありませんよ。気をつけろ、ここら一帯に殺気が高まっている。これは手足の感覚か。力を奪う決定か。従者よ、姿を現せ。今清明が扇を振った途端、屋敷に浮かび上がった奴は普段の老婦人のようでしたね。しかしあの力は一体、人のものともあやかしのものとも違う、混ざり合った半人半妖のようなものだった。ばあさんがいつまでも生きてる謎もそこに関係してそうだな。醜い体になってまでこの世に留まり続ける哀れなる魂、それを救うのもまた私たちの役目でしょう。確か定員に来た時、生前と黒無常は言っていたな。お前たちはどうして鬼使いになったのだ。ああまあ、俺たちの仕事は霊に寄り添い霊を助けてやるのが基本だ。時には復讐の念に取り憑かれた霊に俺たちの力を貸して敵を打たせてやることもあるのよ。だが敵を打った霊は罰を受ける。力を貸してくれた奴の代わりに鬼使いになるんだ。そして力を貸した鬼使いは己の役目から解放されてあの世に行くことができる。一人で永遠に冥界送りを続ける孤独の呪縛から解き放たれるのですよ。だがお前たちは二人のようだな。はい、私は黒無常に引き継いで彼の記憶を消した上で生まれ変われる予定だったのです。だが俺が契約を破ってな、異例の二人の鬼使いとなったわけだ。だって悲しいじゃねえか、せっかく仇を討って死んじまった弟に再会できたのによ。私はあなたのことを覚えていないので、あなたが本当に兄なのか分かりませんけどね。白無常のやつ慎重でよ、ぜひあんたを連れてきたいって言ったんだ。弟はお前を覚えていないようだな、悲しくはないのか。俺たちは生前両親にひどい目に遭わされてな、あいつは死んだ後親父に復讐を、そして俺があいつの仇を討つように母親に復讐をした。そんな一年卓上の俺たちだったから、あいつが殺された時の方がよっぽど悲しかったさ。どうした、ここからして。なんだ、どこからか泣き声が。私たちの声に反応して助けを求めているのでしょうか。見えぬ相手であれば見えるようにすればいいだけのこと。先ほどより明確に泣き声が聞こえるようになったようですが、生命の私の力を使って限界から機械へと世界を切り替えたのだ。鬼や邪悪なものが潜む世界の裏側か。なるほどね、正直最初は疑ってたんだが、実際すげえんだなあんた。鳴き声を発しているものはどこでしょう。早く見つけて救ってあげなければ。お前は鬼使いとして真摯にことに当たっているようだな。私の職務は前後処置、
この世をさまよう霊たちの後始末をきっちりすることです。助けを必要とする霊がいれば助けになりたい、そう思うものですよ。それは兄の方も同じ考えなのか。さあクロム城がどこまでこの仕事に本気なのか分かりかねるところはありますが、戦いでは生き生きとしています。あなたのお役にも立つことでしょう。どうやら泣いてたのはこいつらみてえだな。力の弱い商用のようですね。なぜこんな折に。わらべの妖怪に捕らえられたんだ。仲間が一匹一匹連れられていって誰も帰ってこない。次は僕の番かもしれない。お前たち商用が捕らえられて帰ってこないとなると、老婦人がこの者たちを取り込み犯人犯用の体になったということですか。しかもそれにわらべの鬼が関係していると。何にせよ無害な鬼を生け捕りか。放ってはおけんな。あれ鬼が。これでお前たちは晴れて自由の身となった。仲間と嵐の妖怪については私たちに任せて今のうちに逃げるといい。嵐の妖怪は気になるが、まずはあの老婦人を何とかせねばな。生命の術が破られた。誰だ。私はこの家に幸運を授ける。座敷嵐。お母さんは私が守っている。鬼使いが来る必要はない。今すぐ帰る。その冬子、さてはお前がさっきの奴らを捕らえた犯人だな。あなたが商用を使って老婦人の寿命を延ばしているのであれば放っておきます。私は守らなければならないんだ。何としてでもお母さんを。どうやら妖怪は解けたようですね。だが俺たちを睨んでやる。まだ戦う気なのか。当たり前だ。お前たちにお母さんは渡さない。お前たちに分かるものか。私が今までどれだけ救われたか。谢谢广大讲义小逆还是小逆，最后别忘了点赞关注收藏投币。